エンリケ・コリアル・モンテルビオは、スペイン・アンダルシア州セビーラ出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。元スペイン代表。地元アンダルシア州のインペリアル CF とマドリードに拠点を置いていたペーニャのリアを経て、1949年にアトレティコ・マドリードのカンテラに加入する。1952年、兄のアントニオ・コリアルラと共に、トウジテルセイラ・ディビシオンに所属していた。 カディス CF へとレンタルされた。カディスではプロ1年目ながらリーグ7ゴールを挙げた。レンタルバック後の1953から54シーズン RCD エスパニョールとのリーグ開幕戦でアトレティコのトップチームデビューを果たした。しかしその後は出番が限られシーズン公式戦出場わずか4試合と厳しい状況が続いた。翌シーズンも状況に 改善の兆しが見られなかったため、出場機会を求めて、セグンダ・ディビシオンのレアル・ムルシアへレンタル移籍をした。加入後11試合で7得点を挙げるなど、中心選手として活躍し、冬にアトレティコへ復帰した。また、ムルシアはシーズン終了後にプリメーラへと昇格を決めた。アトレティコに復帰してからは、レギュラーの座をつかみ、 1959から60シーズンからは2シーズン連続でコパデルヘネラリッシも獲得。1961から62シーズンには自身初の国際タイトルである UEFA カップウィナーズカップ優勝も経験した。後者の大会で優勝したこともあり、そのシーズン終了後の FIFA ワールドカップを戦うスペイン代表に選出され、コリアルは大会1試合に出場した。 また、アトレティコでは、同じ左サイドを任されたホワキン・ペーロと抜群の相性を見せ、LA インファーナルと呼ばれ、1960年代のスペインを代表するコンビとなった。1965から66シーズン、クラブは史上5度目となるリーグ優勝を果たした。31歳となったコリアルも、レギュラーとしてシーズンを戦い抜き、リーグ優勝に大きく貢献した。 1968から69シーズン終了後、コリアルはクラブを退団した。すでに34歳だったことから現役引退も予想されたが、現役ラストシーズンと決めてバレンシア CF に移籍した。しかし、バレンシアではシーズン15試合1得点とキャリアワーストとなる成績になってしまった。そして、シーズン終了後に現役引退を発表した。 1955年6月19日、スイス代表との親善試合で、スペイン代表デビュー。デビュー後、定期的に代表招集を受け、1962FIFA、ワールドカップと1964を欧州、ネーションズカップに参加したが、W 杯に一試合出場したのみで、ゴールも記録できなかった。ありがとうございます。